まん延防止等重点措置の対策として、道は当初、札幌市のみを対象に、飲食店などへの午後8時までの時短要請と、アルコール提供を午後7時までとする案で調整していました。関係者によりますと、国と協議した結果、現在特定措置区域としている石狩管内、小樽市、旭川市にも引き続き対策を講じるべきとの判断に至ったということです。3つの地域には札幌よりも一段と緩和した措置が取られる見込みで、飲食店や大規模施設に午後9時までの時短要請、アルコールの提供は午後8時までとなる予定です。今夜の対策本部会議で正式決定します。